ごめんなさい。そうそうそう、ありますよ。次いきます。はい、ワンちゃんのボディクリームあるんですかってフレーズになることがもう驚きました。最終についてって徹底討論、はい、ということで、このコーナーではマーコさん、私、ね、男性の体臭老いについて徹底討論していこうということで、はい、もう結構しちゃったね。そうね、うん、これ先にやればよかった、うん、でも男性の体臭についてでしょ。男性の体臭匂い、うん、で女子に関しては今言ったことじゃないですか、うんうん、そうだね、男性に関しては。男性のね、私は昔汗をやっぱかいてる、その汗の匂いが好きだったの。あ、今はもう嫌なの。無臭がいい、無臭が一番いい。爽やかな感じじゃん。わかる、マコさん、わかる、うん、昔汗よかったでしょ。汗っていうかね、あ、なんかスポーツした後の汗の匂いが、まあ、でもあの剣道部の匂いがすごかったね。嫌だったってこと、すごくないですか。やっぱあの剣道してる子もみんな言ってるけど、あの剣道のあれなんて言うんだっけ、あれつけれるやつ、防具あの剣道の本当に道着うん、道着は洗えないから、あれ洗えないの、洗うってなったら大変な作業なんですよね、確か。分厚いってことだね。そうそう、うんうんうん、でずっと洗わないから、まあ臭いよね。臭いんだ。臭い、あれはじゃあダメ。ダメだね。いやね、あのね、うん、汗の匂い、その汗をかいてる瞬間はいいよ、うん、いい、あ、スポーツマンの匂いだなって思うけど、その汗を放置した匂いは物質だね、物質、うん、大変なもんですよこれは。もうすごいですよ。こうなんか匂い測れるやつとかで測ったらとんでもないんだろうなって思うよ。スポーツはいいことなんだけどね。で私とかさ、なんかあの一回事務所でこう 4,5 年フットサルやってたんですけど、うん、やってましたね、キーパーやってたのね。でキーパーグローブって洗わない、あんまり洗えない、洗わない、まあ洗えるんだけど、あの傷んじゃうから、うん、こうほんと何回かに1回ぐらいで、まあ臭かったね。手入れてるだけなのに、うん、自分のなのに、ここの汗が、あのもうそれがみんなのなんかちょっとした罰ゲームなんですよ、ね、みたいな。いやだー超やだー。だからね、汗の放置した匂いはとんでもない。でそれじゃあ例えばだけど、じゃあ天日干しとかちゃんと下にも一時してたけど、うん、こうたまたま忘れたりするじゃん、こう汗かいたやつを袋に入れてました、うん、で忘れてた4日後ぐらいにこう開けます、もう地獄ですっていう匂いだよ本当に。またこれ持ってきゃいいやと思うもんね。そうだって、そう、うわ、でもスポーツで言うとほら、で汗かいた時のやつまた言うけどさ、いいよ、放置してたやつを手洗いとかするじゃん、うん、そうするとね、びっくりするぐらいね、黒い水になるんだよ。あ、じゃあ手の赤が出てんだね。赤だろうね、あの黒ずみの原因でもあるその赤、うんうんうん、あ、やだね。相撲はどうなんだろうね、これ回し、あ、回しのあれは大変だよね、洗えないもんね、洗えない。スポーツでいうとそんな感じだね。そうだね、だ爽やかだけどね、うん、いいことなんだよ。そう、うん、かっこいいしね、スポーツマンってね。だ洗えるもの洗えないものがあるからね、洗えないものはしんどいなとは思うけど、うん、でもそこのその場でかいてる汗とか全然いい気がするけど、うん、そうだね。汗でも2種類あるって言うじゃん、いい汗と悪い汗があるっていう。お、そのままだったぞ。いや本当、あ、ね、あ、そう、どういうこと、デトックスの方の悪い、あ、そういう悪い意味だ。だから酵素とかで、うん、酵素風呂とかがあるんだけど、その時とか悪いもの出すってこと。そうだから、酵素浴の汗とかとサウナの汗は違うって言ったりする。中から出すものと、あ、外から熱くて出ちゃう。そう、無理やり出すので、まあ汗の種類もまた違うし。だから溶岩とか岩盤浴っていうのは中からじわじわ来るんだ。来る汗だからいい汗とかって、サウナは一気だから違うもんね。一気だからこう無理やり熱くさせて出してるから。そうだな、そうだそうだ、だってサウナの時は、うん、あの匂いしないもんね最初。そうそうそう、溶岩浴とかはすごい、ニンニク食べたらニンニクの匂いが全部出てくる。そう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 、そっか。であともうお酒を飲んでる飲んでないでも違うし、酒の抜け方が違うってこと。お酒のやつとかだったらやっぱドロッとした汗になるんだって。だけどお酒とか飲んでなくてやった汗ってサラッとしてる。だからスポーツの汗とかサラッとしてると。で無理やりこう辛いものとか食べたりとか、うん、してるときはドロッとしてるのかな、確か。なんかね、2種類あんのよ、確か。そのドロッとしてるときは臭いらしいよ、うん、
でもマーコさんと本当詳しいよ。いや知識だけね。いや本当いやいろいろ見て雑誌とテレビ雑誌とテレビと口コミ口コミ。だドロッとしてる汗が臭いんだよね。冷や汗はどうなんだろうねっていう話もあるね。そうだね。冷や汗はサラッとしてるんじゃない。ね、なんか冷たいイメージあるよね。スーってなるじゃん。絵描くとかもスーとかあたらーってなるでしょ。漫画の知識もあります。じゃあ行きましょうか。汗で犬とかに病気の発見される研究がある。うん、へえ。そうなんだ。そういう情報もあるんだね。いろいろありますけど、ね。酵素水デトックスの汗は健康。うん、内部通し物質出すの。あ、で物質を出すと。あ、物質、うん、内部物質を出すのってことね。勉強になります。皆さんありがとうございます、はい、いっぱいコメントください。登録登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録登録ニコ生ラブリサーチ。